聖書人になりたい菅野和彦とひろみです。祈りで読み解く聖書。今回は第一テサロニケを見ていきます。パウロが書いた手紙の中でテサロニケ、テモテ、テトス、ピレモン。これらの手紙は信仰の戦いを戦うように励ます手紙です。もうテサロニケの教会は多くの苦難に遭っているようですよね。うん。パウロたちが福音のために迫害に遭っているように、この異邦人の教会であるテサロニケの教会は自分の国の人たちに苦しめられていると書かれています。この手紙は1章から3章までがパウロの働き。後半の4章から5章はなすべきことについて教えています。その全般のパウロの働きの教えの最後に祈りが書かれ、後半のなすべきことの最後にも祈りが書かれています。まず全般の最後の祈りです。どうか私たちの父である神ご自身と私たちの主イエスが私たちの道を開いてあなた方のところに行かせてくださいますように。私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いに対する愛を、またすべての人に対する愛を、主が豊かにし、溢れさせてくださいますように。そして、あなた方の心を強めて、私たちの主イエスがご自分のすべての生徒と共に来られるときに、私たちの父である神の御前で、聖であり、責められるところのないものとしてくださいますように。アーメン。そして後半の最後、この手紙の終わりのところには次のようにあります。平和の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように。あなた方の霊、魂、体のすべてが私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものとして保たれていますように。あなた方を召された方は真実ですから、そのようにしてくださいます。兄弟たち、私たちのためにも祈ってください。すべての兄弟たちに聖なる口づけを持って挨拶をしなさい。この手紙をすべての兄弟たちに読んで聞かせるよう、私は主によって固く命じます。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にありますように。この二つの祈りには似ている言い方があります。主イエスが来られるときに、神様の御前で聖であり、責められるところのないものとしてくださいますようにという言い方です。主イエス・キリストが来られるときというのは、主の日のことですね。うん。信仰の戦いを励ます手紙ですけれど、主が来られて、その戦いに勝利を収める日が主の日です。この勝利の時に、望み、喜び、誇りの冠となるように、と励ましていますね。うん。その主が来られる日については、主イエスご自身がオリーブ山の説教と言われる、マタイ福音書の24章と25章のところで予言しています。その箇所に出てくる言葉が、この手紙の中に出てきますよね。うん。例えば、その時、人の子の印が天に現れます。その時、地のすべての部族は胸を叩いて悲しみ、人の子が天の雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見るのです。人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。そして、テサロニケの4章にはこうあります。号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来られます。そしてまず、キリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが、彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。そして、主の日は突然やってきますので、目を覚ましていなさいと、主イエスが教えているように、テサロニケでも眠っていないで目を覚ましていなさいと教えられています。不法の者がはびこって民を惑わすとか、信じない者たちが永遠の刑罰に入る。その予言は第二テサロニケで取り扱われていますね。うん。この手紙の4章の13節からのところ、眠った人たちについてはという箇所、迫害で殺された人たちかもしれないですけど、その眠った人たちも、主の日に生き残っている人たちも、いつまでも主と共にいるようになる。それが信じている望みですので、そのことを信じて互いに励まし合う、慰め合いなさいと勧められています。その主の日に向かって、このテサロニケの教会はよく戦っているので、パウロに褒められてますよね。パウロはテサロニケの教会のことを神様に感謝して、その信仰の働き、愛の労苦、主イエス・キリストへの望みの忍耐を思い起こしていますね。そこからこの手紙が始まりますけど、この信仰の働き、愛の労苦、望みの忍耐。これはこの手紙全体をまとめるような言葉にもなっています。1章から2章は信仰の働きについてですね。その信仰の戦いの激しさの中でも福音を大胆に語って、そしてその語られた言葉を受け入れて生きた信仰となっている。2章の17節からは愛についての段落ですね。パウロがあなた方に会いたい。どうにかして会いたい。それで、サタンの妨げにあって会えない。じゃあ今度はテモテを使わす。そうしたら、このテサロニケの教会は、パウロの愛に応えて、自分たちも会いたいと思っていることをテモテが伝えてくれて、本当に喜んで感謝していると。主イエス・キリストは私たちから離れないという愛の模範をパウロは表しているんですね。最初の祈りの出だしはこうでしたよね。その愛の話に続いて、神様がどうにかして道を開いて、テサロニケの教会に行かせてくださるように。そして、パウロがテサロニケの教会を愛しているように、互いの間の愛が満ち溢れるように。それが最初の祈りです。そして主が来られるとき、清く責められるところのないものとしてくださいますように。と祈るんですね。なすべきことの最初のところは、聖であること。特に、異邦人の文化の中で、不貧困を避けて、清さを保つこと。もう一つは、主の言葉に聞き従って、この苦難の中でも平和を保つこと。5章の後半の、悪を避けて、善を行うという箇所ですね。絶えず、祈りあって、聖なる口づけを持って挨拶する。これ平和の、挨拶をするというのが最後の祈りの中にもあるように、この苦難の中でも平和を保つと。それが責められるところのない、全きものとなるという教えです。御怒りが下る主の日に苦しみに遭い、殺され、主の名のために憎まれる。それは、オリーブ山の説教の中で予言されていた言葉ですね。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われる。それが御国の福音だったわけです。その福音を1章から2章のところで教えていますけれど、この福音の教えが教会の中で徹底してないと、騙されて、惑わされて、つまずいてしまうので、すべての兄弟たちにこのことを確実に知らせてくださいと最後の祈りの中で強調しています。このテサロニケの手紙に出てくる特徴的な言葉の一つが励まし、勧めや慰めと訳されたりもしますけれど、この後半の4章からの勧めの言葉、励ましの言葉は主の日に眠った人も生きている人も主と共にいる。この信仰に立って清く全きものであるようにと教えていますので、この祈りの中にそれが短く要約されています。この第一テサロニケでは、の信仰の戦い、主の日に向かったその戦いの中で互いに愛し合うようにということを励ましていますけれども、同じ主の日は今度は裁きの日です。そして同じ主の日に、不法の者が裁かれ、永遠の刑罰に入るというオリーブ山でのもう一つの予言は、第二テサロニケの手紙で見ていきましょう。御言葉に生きる聖書人が生まれ増えていきますように。菅野和彦、ひろみでした。